錦鯉の長谷川雅紀です。長谷川浩一です。お願いします。はい、というわけでですね、先生、はい、なんとこの占い君と売れない君、1周年記念でございます。おめでとうございます。素晴らしい。そうですよ、1年経ちましたよ。なんか知らず知らずのうちに、はい、確かね、8月に始まったって記憶はあるんですよ。ああ、そうですか。だから8月だなと思っていたんだけれども、何日だっけと、具体的に言いますとですね、はい、去年の8月8日スタートなんで、88でしたね。そうです、もうとっくの塔にもう1週過ぎてたんですよね。知らない間に。しかもね、言われて俺今思い出したけど、はい、8日にしろって言ったの俺だって。先生かい。多分俺そしたら覚えておいてよ。自分で選んでたような気がする。なるほどね、うん、ちょっと88はちょっと遠距離良さそうな。そうでしたね。そうです。いや、僕ね、1周年って聞いて、うん、もう本当にあっという間だと。ですよね。早かった。まあ本当365日ねでやってたわけですもんね。つまりずっと配信やってましたよね。いや、本当早いですよ、あっという間。だから365回はやってるってことですから ね素晴らしいですよ。本当に早かったっていうのは。まあ、なんか他にない感想だから、この1年間やってきて、その先生としてはどうでしたか、周りの反響もそうだし、自分としてもこれをやってきて、うん、はいはいはい、あのね、うん、占いのその学校の生徒さんたちにいろいろね、はい、聞いてみたの、この間、うん、そして言われたのはさ、まあ、見ててくれてる人たちの意見だったんだけどもね、はい、ほら、基礎からの占い講座あるじゃないですか、うん、あれまとめて本にして売れって言われたの。あ、なるほどね。買いますからって言われて、ね、そうそうそう、あ、ニーズあるんだったらいいねって話をしてたんですよ、うん、僕はあれですね、そしたら、うん、本もそうですけど、本と、あと DVD 付きで映像で先生が実際にね動いて説明したりとかするのも付けたらいいんじゃないですか。すでにやったのを全部こう再編集して一本にまとめる。まあまあ、これでやったのを、そうですね、その方がいいですね、僕も出てるんで、それでちょっと一儲けしましょう。一儲けしましょう。DVD ブックですよ。そう、 DVD ブック、そうそう、そので、その本にして売ってくれよって意見のね、他に、他に何かあるかって聞いたら、はいはいはい、長谷川さんのフリートークの日は、私の3分を返せっていう気になるって言ってました。なんでだ。なんでだ。まあまあ、占いの番組ですからね、あくまで。そう、占いの番組ですからね、あくまで。そうそうそう、フリートークの日は、うん、まあ、好きな人はでも占いが好きでやっぱり見てるからね、そうなるのかもしれないですね。なんでしょうね、だから、ね、まだこうほらコメントのリアクションもね、もっともっとこう言ってくれるとね、いろんな工夫できるんですけれども、一応喜んでいただけてるようだと。あ、なるほど ね、ですよね。僕も周りからはね、ちょこちょこやっぱりその見てますよとか、その花会今度やってみますとか、言われたりとかするんですよ。なるほど。それで前も先生に言ったと思いますけど、僕の知り合いが実際にその弦楽者として先生にちょっと見てもらいたいと思ってるっていう女の子が。まだ来ないね。まだ来ないですか。まだ来ない。全部俺昔に聞いたよね。そう、なかなか動かないですよ。ちゃんと普通にお金払って見てもらいたいっていう子もいて、うん、これを見てね、知って。はいはいはい。まあでもほら、長谷川さんの知り合いだから、あれですよ、特別割増で。なんでだよ。割増とかないでしょ、普通。1割増で見るから大丈夫だよ。いやいや、おかしいでしょ。いやいやいや、そういうなんか評判というかね、そういうのもまあ聞きますんでね。ですよね。はい。まあまあまあ、ありがたいことでございます。いや、本当ですよ、ありがたい。まあ、1周年の祝福はまた明日に続くということで、うん、そうですね、また明日もお話しましょうか。はい、はい、それではまた明日も見てください。